といいんだけど。あの、トモコおばちゃんもヨシコおばちゃんももう遅いからいいよ。明日ちゃんと報告するから。いいのよ、そんなこと。それより、あんたたちなんか食べたの？ダメじゃない。なんか作ろうか。それともなんか取る？この時間出ましてくれるところって。いらない。ダメよ、食べなきゃ。うちになんかあったかしら？見てくるわ。お願い。こんばんは。誰かしら？はーい。ねえ、トキネ倒れたね。純子。トモネ。どうしたの、トキネ？何があったの、倒れたって。いやね、まだ連絡がないから詳しいことは。私も買い物から帰ってきたら救急車が止まってるじゃない。もうびっくりしちゃって。そのまま行っちゃったし。そう。よしこさん、知らせてくれてありがとう。いいのよ。それより食べ物持ってた。あ、そうです。食べ物。この子たちは。お父さんは？病院？沙織も？おじいちゃんも？俺やっぱり見てくる。私も行く。やめなさい。もう遅いし、何かあったら連絡があるでしょ。だって。そうね。心配なのはわかるけど。で、どこの病院？臨港病院だって。家で待ってるように言われたらしいんだけど、それきり携帯も繋がらないし。ちょっと遠いしね。もう少し待って。何も連絡なかったら、私が車で送ってってあげるから。ね、それまで。帰ってきた。大一郎、どうなの？お母さん大丈夫なの？沙織。落ち着きなさい。お父さんは？今来るよ。お父さん。ああ、なんだ、二人とも来てたのか。当たり前でしょ。何があったの？詳しいことは正雄君が聞いてるから。ただいま。お父さん。お父さん。今説明するから。正雄さん、正雄さん。なんだ、まだそんな格好してるのか。着替えてきなさい。説明がそっち。分かった、座りなさい。今日、母さんが倒れた原因な、過労による貧血だろうと。過労？お父さんが毎日遅くまで飲んでばっかりだから、お母さん疲れちゃったんだ。沙織、大人にはいろいろあるんだよ。お前たちだってそうかもしれんな。詳しくは明日ちゃんと検査をするらしいが、ただ気になることが。最近お母さんよく転んだりぶつかったりするだろう。あっちこっちに傷を作って、それがどうも気になるらしいんだ。特に顔の傷がな。それと過労って何か関係があるの？いや、ちゃんと検査をしてみないとわからんが、ただ人間転ぶときには防衛反応というのが働いて、とっさに手が前に出るんだそうだ。だから顔に傷があるってことは、よっぽどの勢いで転ぶか、脳に障害があるか。障害？まあ、母さんも50近いからな。勢いで転ぶっていうのはな。ただ、一度や二度じゃないからな。そういう可能性があるということだそうだ。そんな。とにかく、今は体力の回復を待って、精密検査をするらしい。あ、それじゃあ、母さんの着替えを持って病院に行ってくるから。私も行く。俺も。ダメだ。明日学校があるだろう。そんなの。とにかくダメだ。今言っても母さんは薬で眠ってるし、他の患者さんにも迷惑がかかるだろう。明日、学校が終わったらお見舞いに行けばいい。分かったな。そうね、今みんなで行ってもしょうがないわね。純子、あんたどうする？私は、今日ここ泊まるわ。この子たち心配だし。あ、そうか、悪いな。お店は？あ、いいのよ、バイトいるし。たかしはパパの方に行ってるから。トモネは帰った方がいいんじゃない？そうね。明日お弁当作んなきゃいけないしね。よし、それじゃあそういうことで。明日みんなお弁当いるんでしょ？おばちゃんがおいしいお弁当作ってあげるからね。やんな、おばちゃんって言っちゃった。さあ、ほら、着替えてらっしゃい。今ここで考えちゃってしょうがないんだから。よしこさん、何持ってきてくれたの？あ、里芋とイチゴのプロバンス風土手にと冷凍だけど餃子。イチゴ？おじいちゃんイチゴ好きでしょ？いや、それじゃあ行ってくるから。お父さん、あと子供たちのことをお願いします。ああ、分かった。今日はな、純子が泊まってくれるそうだから。すみません。いいのよ、あとは任せて。お願いします。じゃあ、私は帰るわ。純子、あとよろしくね。明日行くんでしょ？もちろん。ほらほら、着替えてらっしゃい。それまでご飯作っておくから。ほらほら、よしこさん、手伝って。あ、よいちごだ。2日後、妻は精密検査を受けるため、
国立の倉記念病院に転院した。心電図、筋電図、レントゲン、視力、聴力の検査をはじめ、打鍵器での関節の反応やバランスを見たりする神経学的検査、MRI や CT などの科学的検査など、ありとあらゆる検査をした。やっぱり慣れないわ。もう少しですよ。はい、終わり。あら、うまいわね、看護さん、プロだわ。そりゃ仕事ですから。でもね、初めの頃は患者さんの腕、穴だらけにしたりしてよく怒られましたよ。今でもたまにね。冗談ですよ、冗談。やだじゃないですか。何でしょう。あら、めぐみ。じゃあ採血しますので、30分ほど詳しく教えてくださいね。ありがとうございます。はい、失礼します。何、あんたまた来たの？トモコおばちゃんに送ってもらっちゃった。何、今おばちゃんで言った？もう送ってやらない。トモコお嬢様、ごめんなさいね。ミキの親は私もあったのかみたいした。でもお姉ちゃん、中根さんの方はいいの？もう大丈夫よ、心配性ね。ほら、あら、綺麗なバラね。でしょ、あんたバラ好きだもんね。花瓶も買ってきたから。ありがとう。あとね、沙織とケンイチも来るって。お父さん帰ってきたら。そう、お父さん、あれから毎日すっごく早いのよ。本当？じゃあもうずっと入院してようかな。静かだし、夜ゆっくり寝られるし、あんたたちいなくてうるさくないしさ。またまた、本当は超寂しいくせに。寂しくないわけないでしょ。にぎやかね。その様子じゃ大丈夫みたいね。ひろみー。ひろみーじゃないわよ。入院なんてびっくりするじゃない。久しぶり ね。何年ぶりかしら。みんな元気？元気よ、元気。よしこも、くにかも、しのも。あれ、ひろみ東京の病院じゃなかったっけ？ちょっと思うところあってね。何を、だったら連絡してくれてもいいじゃない。ごめんね、忙しくてさ。さては、新しくいい人できたか？だといいんだけどね。もうそんな年じゃないわよ。あ、お姉ちゃん、ひろみ、私の同級生で何とかあってんでしょ。ひろみさん、わかんないかな。ほら、お姉ちゃんの2級下で、カミソリキャッツ、またの名を二枚刃のヒロミ。え、二枚刃って、あの二枚刃？やめてくださいよ。いいじゃないよ。本当にあの二枚刃のヒロミさん。二枚刃ってもう人をひげ剃りみたいに。でも人ってわかんないわよね。今じゃ立派な外科の女先生よ。あんまり変わんないわよ。カミソリをメスに変えただけだから。あ、そっか。やだ。次女のめぐみ。こんにちは。17よ。っていうと、高2。お互い年取るわけだわね。それより時子、検査入院だって？更年期障害？そうそう、最近ドンキーキーエガって違うわよ。何やらすのよ、もう。そういえば、時子の病気って、まだ検査の途中ですから何とも言えませんけど、大丈夫よ。ここの先生はみんな超一流なんだから。それに時子は私の大親友だからね。普通の患者さんが一本の注射で済むところ5本ぐらい打ってあげるから心配しないでね。あー、私注射苦手なんだよ。よろしくお願いします。しかも5本で、はい。じゃあ戻るわね。え、もうちょっと顔見に寄っただけだから患者さん待たせてもらえ。そっか、後でゆっくり。じゃあね、めぐみちゃん、お願いします。じゃあお願いします。へー、あのひろみさん。そうそうそう、ジョイさんってすごいよね。彼氏もいいでしょ。今から目指してみようかしら。